おはようございます。今日はですね、この大井町の人をお借りして街頭から伝えます。昨日の朝の10時からこの12時は2時間ありがとうございます。羽田空港の低空飛行問題で国土交通省の航空局の担当者8名も呼び、そして地域の方々も30名ぐらい来ていただいて、まあ意見交換、まあ討論会といいますか、行われました。いくつかの問題が明らかになり、極めて重要であります。で、私申し上げたいことは、実機による試験飛行が先々週行われて、多くの人が想像より音が大きい、こういうことをですね、多くの人が言ってきました。私、松原君が申し上げたいことは、この実機による試験飛行によって、それはですね、国土交通省的には、彼らが想定をした幅の中で、この音量はあったということです。逆に言えばその幅というのは想定した音の2倍近くまでがその幅に入っているんじゃないかなということを私松原人はそのことを昨日も強く主張してきたわけであります。これは多くの方々が音がちょっと想像より大きいよ、そういった理由にあるということをあえて私松原人は大井町の皆様に申し上げたい。しかし私がもっと大きな課題として考えたのは、それはデルタ航空とエアカナダが羽田に着陸をしなかった。デルタ航空とエアカナダが羽田に着陸をしなかった。私衆議院議員の松原氏にとってこれの問題が一体何を意味するのか、そのことはしかし昨日の会合で極めて解明されたと思っています。世界の乗組員、飛行機の乗務員が集まっている組織、フワルダという組織がある。そこは羽田空港の RMAC という機械を用いた 3.5 度の角度で降下することに対して懸念がある、英語で言うコンサーンということを言った。このことの意味は大きく、やっぱり極めて懸念があるんです。人によってはロンドンには 5度の角度で降りる空港がある、しかし5度で降りる空港は使われる飛行機の技術は極めて限定的なんです。一般的な想像ではありません。そういった意味では私が申し上げたいのは、その上でデルタ航空は東京新聞の取材に対して角度が 3.5 度の RMAC は急勾配すぎるからちょっと待ってくれって話になっている。エアカナダはそれをですね INS という3度の確率でこの高度で降りる ILS というのを使おうとしていたけど、これを拒否されたから羽田の上空を何週か回って成田に行ったんです。ここから我々が教わることは何かといえば、3つないし4つある。いわゆる世界的な乗組員の組合は 3.5 度が RMAC で落ちるのはこれは懸念があると言った。この部分に対しての回答は十分ではない。そして情報としてこういった RMAC を使って 3.5 度を乗り入れるということに関して十分な情報が行き渡っていない。3点目にはもしかしたらその飛行機の操縦士が熟練ではなく 3.5 度の RMAC を活用できない、こういった可能性がある。いずれにしてもそれは一般論的な普遍的な飛行場としては不十分だということになる。私はこの点に関してさまざまな懸念を払拭するための準備をする、丁寧にやっていく、これをやらないで3月29日の供用スタートというのはあまりにも乱暴であるということ、安全性に対しての疑念があるということを私は大きな声を込めてこの大井町の皆様に申し上げたいわけであります。昨日の議論の中では例えば鳥のお話もありました。あそこにはまあいわゆる沼地がある、そこに渡り鳥がやってくる、その鳥が住んでいるところの上を飛ぶのはどうかという議論、これは愛鳥家にとっては鳥がかわいそうだという議論ですが、飛行機的に考えるあのジェットエンジンの中に鳥が何羽も何羽も入ったら、これは失速をして事故のもとにもなる。これ聞いたら国土交通省側は空砲を撃って鳥を散らすという。そしたらですよ皆さん、10分に1回とか5分に1回とか空砲を鳴らすんですかという話になる。私はこれもですね極めて現実的ではない。もちろん鳥も習性のものですから最後はそういうところに来なくなるでしょうが、初期においては問題がある。私はこういったさまざまな問題解決するためにこれからも戦っていくし、
場合によったら国土交通省のこの問題、予算委員会の分科会で扱うなり、また質問主義者で出すなりして、昨日の会合の成果をきちっと反映をさせる。このために私はこれからも頑張っていきたいと思っております。大井町はまさにその羽田空港全島移行の大きな場面になります。この上を飛ぶんです。ぜひとも大井町免許をご通行中の皆様にはご関心を持っていただきたい。お願いを申し上げ、私からの該当 YouTube といたします。